ナマンダ仏、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 ナマンダ今、この信心について二つあり、一つには、我が身は罪悪障子の凡夫、皇后よりこの方、常に沈み、常に流転して、修理の縁あることなしと信ず。 二つには欠乗して深く阿弥陀仏の四十八眼主情を摂取したもうことを疑わざればかの眼力に乗りて定めて往生することをうとを信ずるなりと生んだ仏生んだ仏生んだ仏有心象の、えー、お話をさせていただきたいと思います。 えー、信頼証人のお表されました有心証文医というお書物は正確法院とおっしゃる信頼証人の、えー、兄弟子にあたる方のおお表されました有心証のまあ、注釈書ということでございますもうちょっと詳しく言います有心証のですね、えー、中に、えー、こう えー、引用されている漢文の構想型の転籍を解説されたものが「有心証文」意ということになりますけれどもまあそうではありましてもやっぱどういう手も <laughs>、えー、この元になっている「有心証」を読ませていただくその上で「有心証文」意を読ませていただくということがやっぱ必要だと思いますんで。えー これで十五回目かな、有心書の本文について学ばさせていただいておりますで途中年末年始と、それから私どもの、うん、西本願寺の滋賀教区エッチシモ教寺の御正規法音であったり、連休が重なったりしまして えー、ちょっとこの「有心証」を読むということをちょっとお休みにしておりました。でまあ間があ空きましたので、えー、そうですねこのお今日のところの前の段落です、えー、人心ということについてねにえ家、ー、業の常盆上障のところに出てきます「四上心人心エコ発願人の「 えー、この3つの心「心」「心」って心がま」へと言ってもいいかと思いますが、えー、その中の、えー、至上心のところら雇ったらもう大変なことになりますんで、えー、この今日のご三代として拝読をいたしました前のところ「人心深く信ずる心」とはどういうもんかいうところその段落をもう一回読ませてもらって。 でちょっと思い出しながらそして今日のお話に今日ご三代のところ「二種人心」と言われるところここに入ってまいりたいと思います。えー、現代語訳を読ませていただきましょう。このあ三神の第二は人心である。 これは信心ということができる。だからまず信心とは何かを知らねばならない。信心というのは人の言葉を信頼して疑わないことである。例えば悪意のない信頼できる人が自分の直接見てきたところを教えようとして。 そこには山がある、ああそこには川があると教えてくれたの他の人がそれは違う、山も川もありはしないと否定したとしよう。その場合、決して偽りを言わぬ人が教えてくれたのだからと後の人の後で何か言うた人の言葉に左右されず、 先に聞いたことを深く信用する、これを信心というのである。今、我々が釈尊の説かれるところと、それから阿弥陀さんのお釈迦さんのお説法と、それから阿弥,陀阿弥陀さんが宝蔵菩薩の院にの時に建てられた。 そのが願を深く信じて疑わないということこれが人心ということなんだと言ってね最後のちょっと私の言葉で言ってしまいましたがこれはですね今拝読しました現代語は現代語訳は福井学長先生とおっしゃいます方がインターネット上で 心のの和訳ををを公開ししててくださっているそれ拝読をいた,したものであります、ねえー、信ずるということはねこういうことなんですよ深く信ずるということはこういうことなんだということをまず押さえてくださってそしてそれに続きまして今日のところが出てまいるということであります。 でえー、ちょっと休んでいましたので、えー、特にもう一回、えー、今日のご三代「二種人心」大変有名なところですけれども、えー、この原文をもう一回読んでいきましょう「えー、今この信心につきて二つあり、ねえー、信ずる内容について二つあると」と一つには「我が身は罪悪生涯の凡夫」「皇后よりこの方常に沈み」 常に流転して出理の縁あることなしと信ずで二つには欠乗して深く阿弥陀仏の四十八眼四条を摂取したもうことを疑わざればかの眼力に乗りて定めて往生することをうと信ずるなり。ね こういういとこころですねでこれにつきまして今ほど申し上げました福井学長先生の現代語訳どんなふうに翻訳してくださっているかということですがこれは読んでいきますところでこの信心にも2種類ある1つには自分は罪深い迷いの身で えー、無限の過去から常に沈み、えー、常に流されてきた存在であり到底、えー、生死の迷いを超えて、えー、悲願の浄土へ生まれさせていただくことはできないと信ずるのである。で2つには欠如心を持って。 えー、阿弥陀如来の四十八眼は私どもを全て救い取ってくださるのだと疑わずその誓願の力によって必ず浄土に行かせていただくことができると信ずるのであると、ね、こういった現代語訳であります。 2つのことを信ずるということは人が言われた言葉を信頼して疑わないことであるということねこの人心のところにまず最初に定義みたいな形で出されましたね人の言葉を信頼して疑わないことなんだとでその人の言われたことを信じて疑わないじゃあ何を言われたのかというと2つ言ってはるよと。 で,二つ言ってはるでその一つ目というのは自分はずっと迷い続けてきた存在でかつ自分の力ではどうしようもなくその迷いの境外から迷いの世界から決して抜け出ることができないのだとそんなふうに信頼できる人の言葉を信ずる疑いなく信ずると。 でえじゃあ、えー、じゃあうともう一つは何なのかもう一つ信ずる内容は何なのかというとえ欠如心を持って阿弥陀如来の四十八眼は私どもを全て救い取ってくださるのだと疑わずその誓願の力誓願、まあの働きによって 必ず王女、えー、浄土に行かせていただくことができるのであると信ずるということですね。え欠如して、えもう必ずということですね。欠如ということね。必ず、えー、定めて、かだ必ず、えー、定めてやが、これは欠如ということやからね。欠如じゃ必ずあ、決める、そして定める、決め、定めるということやからもう。 えー、もう必ずそうなっていくんやと絶対そうなっていくということを欠如心を持って必ずそうなると信じて阿弥陀如来の四十八眼は私どもを全て救い取ってくださるのだと、えー、疑わずその聖願の力によって聖願の働きによって必ず浄土に行かせていただくことができるのだとお信ずる。 つまり、えー、本願の働きによって必ず浄土に往生させていただきこれによって手裏、えー、の縁があるわけですから、えー、そして、えー、こう救われて仏さんになっていく、えー、行かせならせていただくのだということを疑いなく信ずるというね、えー、自分は自分のこのままじゃ、えー、ずっとずっと今までも沈んできたしこれからもずっと、えー、迷いの世界に さまよって輪廻の海に沈んでいかなきゃいけないそういう存在であるしかしその自分をこう救おうとして立てられた阿弥陀さんの本願の働きは必ず私を救ってくださるのであると信ずるのだということがこれが二種人心と言われるものであって。 全同大使がおっしゃってくださっているそのお言葉をほぼ,まあほぼそのままこうこ,こで正確本位はここで有心症のこ,のここで引いてくださって自分の言葉として出してくださっているわけです。で,でそうすると。 えこの「二種人心」ということについてえこれまあ本当にこう名書旧跡中の名書旧跡で浄土教法において法然浄土教においてめちゃめちゃ重要なものなんでえこれについて私なりの考え方を述べていきますと、えー、一回この「無名について」っていう動画を上げておりますでえ。これ見てもらったらええなと思うんですよ。特に浄土真宗の語法ばっかかり聞いてはる人なんかは えー、その無明についてっていう動画なんかぜひ聞いてもらいたいものです。この今日のお話とか少し手前のところでお話をしています。で、この無明についてという動画の中で何を喋っているかと言いますと、これはまあはっきり言って佐々木静香先生の受け売りでしかないんで、逆に言うとだからこそ非常に信頼できて、私が勝手に喋ってるまた皆さん無視するはいいんですけど。 佐々木静香先生のいやこう受け売りやったら信頼して聞く価値がありますよね。で、えー、佐々木静香先生どんな風におっしゃっているのかと言いますと、無明というのは、えー、まあ自分たちはこうどうしようもなくうこう迷っている存在であると。で、でそれによって苦しみ苦しみがあるんやと。これを死体死生体という言い方で言いますと。 空、えー、体と実体ということになりますね。死体というのは空、十、滅、動の四つの心理ということですから、空、えー、体、実体、と、えー、滅体、動体という四つの心理で、これはまあ知っておいてなると思いますけれどもね、えー。そのお中で前半の 句体と実体というのは何かと言いますと苦というのはこれ人生は苦であるということが句体苦というこの私たちが生きているということは苦というものであるという心理です。でこれは一切「快苦と言いましてこれがあ例えば「生老病死」という死苦でありましょうしでこれに「温存へ行く嫌いな人に会わん」なんとかね あるいはこう愛おしいものと分かれていかんなんというようなさらに4つの句が加わってきましてでこれで「四苦八苦」というふうに言いますね、えー、そのような苦しみであるとでその苦しみの本源にじゃあなぜ苦しまなきゃいけないのかというと、えー、これはあ、まあ、根本的にはこう自分たちが苦しみの本源を知らないからで でえー、こうお煩悩に「凡人知」むえー、ンンと言われるような特にその、えー、苦しみの原因を知らないという「無名を」というところにおいて、えー、こうそこに原因があって自分たちは宿泊によって苦しめられているんだということですね。これは苦体と実体ですわ。 苦し自分たちの人生は苦しみであるそれはどうしてかというと言ったら苦しみの原因を知らなくて、えー、それが故に苦しみの原因を知らないから、えー、ずっと苦しみの海の中で、えー、こう溺れているということですねでそしてでじゃあ次に、えー、滅体と同体ということは何かと言いますとその苦しみが滅するという心理があるんだということはこれ滅体です。 苦し,みの本源が苦しみが滅していくそういう悟りの世界があるんだと苦しみの火が吹き消されるような状態があるんだというそういう心理を滅体と言いますでそしてその苦しみから離れていく方法があるんだという心理をこれ胴体と言います まあこれは佐々木静香先生みたいな初期仏教のお話をされている人やったらこれは当然発祥道をということになります。ね涅槃の世界に至る苦しみの火を消して涅槃の至る涅槃に至る道がある、うん、でそれを道体と言います。ねそんなふうに考えていって。 で実は無明というのは単に自分が苦しんでいるその苦しみの理由を知らないんだというそういう無明ばかりではなくてそ,のそこ無明によって苦しんでいるけれどもそこを離れた世界がある滅体というものがある。そして その滅体に至るその方法があるんだということを知らないこの全体を無明というんだとこの苦しみから離れていくということを知らないということも無明というんだとつまり無明の一部分のところばかり考えるんじゃなくてね えー、無明を自分はアホやとアホのために苦しんでんねやとここで、えー、無明というものを取り切るんやなくてそうではなくてそこから離れていくいく世界があるんやそしてその離れていく涅槃の世界にどうやってたどり着いたらいいのかということそういう方法があるのに。 初期仏教で言ったら発祥道というものがあるのにその発祥道ということを知らないし悟りの世界に至れるのだということを知らないこと全体を無明というんだよとそれが本当の無明ということの包括的な広い意味での無明という言葉の全体の意味なんやとでそしたらですよそしたらその無明の反対概念が 明るいいうことやから無明の反対は明るいいうことで,で明るいって何やったら知恵やと。でそしたら、えー、つまりこの信心の知恵というものがいただけたらば <laughs> この無明があ広い意味での無明が破られていくということになるわけだけれども。 そしたらこの師匠体ということを知らないのが無明でありで師匠体ということを知るのが明である知恵であるというふうに考えていきますとこの二種人心の最初のところですね一番目の二種人心の一番目のところこれがですね一つは自分は罪深い 迷いの身であり無限の過去から常に沈み常に流されてきた存在であり到底生じの迷いを超えて悲願の浄土へ生まれさせていただくことはできないと信ずる、えー、つまり自分の現状を見たときに到底救われるようのない過去がありそして現在未来があるということを信ずるようのこれまあ言ったら 師匠体でいうところの躯体と実体,体ですね。躯体と実体のところを二種自身人心の気の人心のところで、えーえー、こう聞いていく。えー、二種人心の躯体、えー、すなわちどういうもので、躯体とはどういうことかといいますと、我が身の、えー、気の人心というのは、 失礼、えー、二種人心のうちの紀の人心というのは、えー、我が身は罪悪障子の本部皇后よりこの方常に沈み常に流転して主理の縁、うん、あることなしと信ずるという心の部分が死生体で言った具体と実体にあたりましょうそして2、えー、つには欠如して深く阿弥陀仏の四十八眼主情を摂取したもうことを疑わざれば かの元力に乗りて定めて王女することをうと信ずるなりということだからここが必ず、えー、涅槃に至ることができるその涅槃の涅槃の悟りのものがありそしてそこに至る道があるんだとこれは初期仏教わったら、えー、これ八正道ということやけれども、えー、ここの えー、滅体と同体のところが二種人心の法の人心に当たりましょう、えーえー。欠乗して深く阿弥陀仏の四十八眼主情を摂取したもうことを疑わざればかの眼力に乗りて定めて往生することを覆うと信ずるなりてね。で往生するということは親内上人のところやったら往生即成仏やしこれ有心症の。 正確、えー、本位でしたら、えー、こう浄土に往生、えー、してで、えー、そこで修行して往生、えー、を売ると、えー、非常に速いスピードで往生を売るということになってどちらが往生や成仏をするということ往生した上で修行して成仏するということやから、えー、ちょっと言い間違いが多いですね。 えー、正確法院やったら浄土に往生してそこで修行して成仏をするということでいずれにしても信頼上人のお考えの往生即成仏であったとしても正確法院のお考えの往生して、えー、修行して成仏するということであったとしてもいずれにしても、えー、こう成仏への筋道涅槃に至る筋道完成された筋道がここにあるんだというのはこれ法の人心で、えー、ありましょう。 でえー、つまり、えー、もともと無明というのは、えー、苦しみの世界がありそしてその苦しみの世界を離れた世界があって、えー、苦,しみの苦しみの世界があって苦しみの原因があってしかしそこを、えー、苦しみの世界から離れた滅度滅滅というものがあって涅、ね、槃というものがあってその苦しみからあ悟りに至るプロセス があるとということ全体を知らないのが無明ということであったけれどもそれは知恵によって破られるとそしたらこれを二種人心のところで考えていくと自分たちは今までずっと迷い続けてきたしこれからも自分の力によってはずっと迷い続けるばかりであるというここがあまあ言ったら機の人心と言われるところが 師匠体で言ったら苦、えー、体と実体に当たると。でそしてそのものを救わんとして本願を立ててくださった四十八が阿弥陀さんであってその阿弥陀さんの本願の通りの働きによって。 本願の働きによって本願的によって私たちは必ず往生を売る往生を売ることによって成仏滅部の悟りを売るのであるというこの2つのことを信ずるということは要は、えー、無名を離れて知恵を恵んでいただくということで、えー、ありましたねということです。ね この二種人心によって無名を離れてでこれを二種二つのことを信ずる気の人心と法の人心を疑いなく信ずることによって知恵が恵まれてでこう無名から離れていくことができるんだということがここで言われているわけですしかしこれそんな簡単に「ああそうですか」と言えるこれではありませんし えー、そんなことは性格法にも重々分かって、えー、おいでなるんで、えー、そこでここからまた、えー、この二種人心について根切なあこう導きがあるんですけれどもそれについてはまた次回お話をすることにして、えー、今日は二種人心のところを読ませてもらって、えー、今日のお話を終わることにいたします。